今週のゴリちゃん。みんな夏だよ夏だよ。どうもアクリアです。ラッパーです。よくフィメールラッパーって言われるんだけど、男性のラッパーはメールラッパーとは言わないですよね。でバンド時代もそうだったんですけど、ボーイズバンドは言わないけど、ガールズバンドっていうのはすごくよく言われてたんですよ。人数が少ないっていうのもあると思うんだけど、まあ、記号だけで捉えるっていうのはまあダサいよね。フィメールで一番好きですとかね、一番好きなラッパーですとかならわかるけど、私フィメールって名前じゃないし、そこにアイデンティティ持ってないし、マジでみんなそういうの絶対にやめようね。で、MC バトルによく出てた、活動初期の頃よく言われてたのが、フィメールはすぐ下ネタに逃げる。下ネタ言ったら簡単に場が盛り上がるってことで、場を盛り上げるための下ネタとして下ネタに逃げている。という風に、まあよくディスられてたんですけど、確かに当時の私のラップは下手だった。でも、これだけは声を大にしていた。下ネタに逃げてはいない。下ネタは日常会話。あの時ディスってた人たちはね、これを知らないんですよ。LTN スペシャルという存在を。伝説の雑誌なんですよ。2005年に休刊されるまでに刊行されていた伝説の雑誌なんです。子供向けエロ雑誌、伝説の雑誌なんです。小学校のもう好きな人もいない、生理もなってないこのエルティンスペシャルを大量に保管しているお金持ちの友達がいたんで、その友達ん家みんなで集合して読み漁り、いろんなやり方を研究するという遊びをしていたんですね。そうやってすくすく育ったもんだから、もう日常的にね、下ネタが出るようになってしまったんですよね。普段の会話ではもちろん気をつけてるし、何回かラジオとかで叩かれてるんですけど、フリースタイルってこう頭で考える前にこう口が動いちゃうことだったりするから、そういう時になるとやっぱりこう下ネタ出ちゃうっていうのはありますね。当時はやっぱりラップも下手だったし、逃げてるっていう風に追われてもまあしょうがなかったかなっていう。でもそこから時は流れ、もうラップだけは真面目にやってきて、今のスキルならめちゃめちゃかっこいいエロラップできんじゃねと思いまして、それで作りました。ジンギディギ。するあれの曲ですね。もうそのやり方とかは全部もうこれで勉強しました。当時読んでたのがまあ15年以上前なんですけど、久しぶりに読みたいなってことでメルカリで探してゲトって読んだんですよ。15年ぶりにドン引きしましたね。確かにうちにとっての伝説の雑誌ではあるんだけど、面白いんですよ。例えばなんか占いのラブホロスコープとか、男の子の生態を知ろうボッキングラブとか、勉強になることもすごい多いかったんだけど、浴場するポイントを教えますとか、日本人の女性はこう、外国人の男性はこうみたいな、これが子供のうちから読んでたら、偏見とか思い込みとかそういうものを良くない方向で育てちゃわないかなっていうのを大人になって今読むとすごい思いますね。こういうところから差別って始まるんじゃないかなみたいな。そう、無理やりどうのこうのされて、私がバカだったんだよねとか、むしろこう興奮しちゃうみたいな描写がちょっとあまりにも多いなっていうのはすごい気になって、少女漫画のとかも結構多いんですけど、そういうのが読みすぎたせいでうちらの今って開発されちゃったんじゃないかなみたいにも思ってて、で植え付けられた思い込みとかそういうのを、まあ、大人になってからこう解体していくのは結構大変だったりしたんで、私にとっては負の遺産でもあるかなって思ってますね。ぶっちゃけ、まあ、読まなくていいです。やっぱジンギディグリットって自分が言いたかったのは、歌詞でも言ってるんだけど、洗脳されたエロではなくて、自分で自分のエロをもう一度掴みに行こうぜ。こういろんなものと出会いながらね、己の本当のエロっていうのをね、こう見つけ出していく旅だと思うんですよ、人生っていうのは。人生っていうのは己をディグしてね、そして仁義もディグして、もう最高の自分だけのエロ掴み取っちゃう。最高のエロライフをみんな送ってください。